新しいことをやらないと夫婦でゴルフ夫婦で試合に出ようってことは正直想像以上皆さんこんにちは、ジュン&ラッププレスの高木です。しのみです。大学生心です。パパです。お願いします。お願いします。本日はですね、ジュンロペのイメージモデルをやっていただいている三枝心さんと、はい、その旦那様、はい、パパで、パパ、パパです。じゃあ心ちゃんとパパで、はい、お二人のラウンドにちょっと密着していきたいなと思いますが、はい、ここは、心ちゃんのコースメンバーコース、はい、太平洋クラブ成田コースですね。今日はいいコースなんですよ。ね、戦略性がかなり高いんで、うんうんうん、良くも悪くも勉強になる。良くも悪くも勉強になる。勉強になるコースです。パパはよく来たこと。あ、僕も一緒について何度か、はい、レッスンでよくここ使ってるからね、はい。今日はお二人のラウンドにちょっと密着しながら、お二人のちょっとゴルフのこととかね、いろいろ聞きながらラウンドに密着していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はね、午前中、うん、ウェアの撮影してたから、そうなんです、ね、こんな感じでちょっといつもと違う私たちですがヘアもメイクもね、ちゃんとしてるから、はい、見たことない見たことない髪型とサンバイザーの姿で、そう、サンバイザーあんまつけないっておっしゃってたんで、うん、なんかゴルファー感がすごい増してる、うん、すごいうまそうなゴルファー、ね、うん、インうまいですね。インもしっかりインしちゃってさ普段あんましないってね。そう、普段もインしないし、はい、キャップだし、ちょっとギャップがあるなっていう。割とラフな格好が多いという旦那様。またこの新鮮な格好でね、はい、2人のラウンドを見ていきたいなと思います。はい。お願いします。お願いします。はい、お願いします。何もしてないからね。そうね、練習してないですからね、今日。言い訳していい？どうだっけ？そんなこと言いながらね、いいの打ちますよ。ね、いきます。おー、ナイスショット。やっぱ練習しないといいね。ど真ん中です。はい。あれ？で、まあ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 。緊張かな？緊張かな？まあまあまあ。緊張です。リンクコーデなさってることも YouTube でも多いと思うんですが、お二人で心がけてることとか、合わせ方、どんなことを考えてるか。そうですね。こう試合になるとやっぱり結構、すごいよね、みんなね。すごいペアルックで来るもんね。だから試合になったらもうここぞとばかりにジュンロペさんに連絡をして、もうザ・ペアルックにしてくださいって。ちょっとのペアルックだと他の人たちの方がすごいペアルックで来ちゃうから、そこはお願いして。まあ普段はしないよね、プライベートでね。プライベートは合わせない で結構ジュンロペ来ててもお互い全然違う感じにしたりする。ここぞという時にね。そう。そう。で、正直この YouTube やる前はプライベートでゴルフペアルックとかしたことないですから、ね、ない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 。だきっかけにはなりましたね。結構好みはお互いに合ってる感じですか？合ってきたんじゃない？そうね、昔はもう全然なんか全然違うような服があれだったけど、最近はこっち寄りになったんね、ちょっとね。そうなのかもしれません。今日来ていただいたウェアの感想をちょっと伺いたいんですが、最初はこのロゴ入りのメニットをお二人来ていただいた、うん、はい、ではこういかがでしたか？すごくかっこよかったと思います、はい、僕はこっちよりさっきのブラックの方が、はい、私単体で見たらこっちの方が好きです。旦那のこっちが好きってわけではなくて、黒の方が良かったです。似合ってる。だって来た時にあれ、おう、そういう風に着れるんだって思った。ちょっとかっこいいと思っちゃったご主人から見たらどちらが好みでしたか？さっき僕はあっちだろうね、はい、最初、うん、もしかしたら試合とかはあっちで色を揃えた方が本領発揮できる。ダボダボとかちょっとね、そういうので本当にパフォーマンスは僕は変わると思います、うん、スタイリッシュだね。まあ、でも私も競技だとワンピースは着ないのと一緒で、やっぱこの辺のたるみっていうんですか、こう、そうだね、上は結構大事、うん、大事。なんかこうやっぱグリップ引っかからないけど引っかかる気がするみたいなそういうのは
ありますかね。あんまりダボダボとかなんかかっこ悪いって分かって、ね、会場行くメンタル的なもの、まあ、まずねやっぱピシッとしていきたい、うん、このジュンロペも私もうすぐ10周年なんですよ。私もうすぐ10年来てるんだよ。びっくりする。10年前って2人結婚してないの？してないです。いや普通に友達だった。友達ね、うん、友達だったけど、うん、ご飯食べる人みたいな、よくいる人。でも直接連絡先も知らなかったよね。よく会う、そうそうそう、一人みたいで、ゴルフするんだみたいで、ゴルフも行って、それが多分、でもやっぱりゴルフでこうより距離が縮まったような、ね、そうね、その後はやっぱゴルフ早かったよね。ここママチャンネルで、パパが参加協力なさるようになったきっかけですとか、その決心についてちょっと教えてください。簡単に言うと、まあ、なんか新しいことをやらないと今の YouTube でこう溢れちゃってるんで、その時にまあ今までゴルフ女子とか競技とかやってきた中で、まあ夫婦でゴルフっていうか、夫婦でゴルフをしてる何か一緒に頑張ってるものだった時に、あ、そういえばうちのパパは何かあったら協力するよって言ってたなと思って、よし夫婦で試合に出よう、夫婦でただエンジョイゴルフしててもそんなの誰も見てくれないから、一発目の取り掛かりがもう夫婦で試合に出ようっていうのがあのきっかけですね。でたまたま本当にちょうどいい夫婦の日に試合があったので、それで協力してもらったって感じです。決心がいりましたか？まあもう言われて、あ、もうこれは多分もう断りようがないというかね、断れない、断ってで、うん、じゃあ分かったねっていうタイプじゃないもんで、もう瞬時に判断しました。ゴルフってそうやっていろいろこう人間関係もね、こう濃密になったり、いろいろコミュニティが広がったりっていういい部分が、今までこう実感なさってきたことってありますか？まあ今もね、進行形でいうと、いい夫婦の日にこう集まるというか、うん、今までは会えなかった、ね、会うこともなかった人たちとも会えたりとか、ゴルフを通じてね、本当に会ったこともない人たちが車で6時間、7時間ぐらいかけて来てもらって、ね、でやっぱ来たら、あのもうラウンド回れば仲良くなれる。そうですね、もうランチしてからいつもラウンドなんですけど、もうランチの間になんか見てます、なんだかんだ話して、だからまあ全国大会にそのいい夫婦の日に行くのも、今までここままに出てくれた人たちも何人か通過してるん でまた全国大会で会ったりとかして、お久しぶりなんですね、そういう出会いは増えた ね、うん、ね、なんか連絡取れて、前の晩みんなでご飯しましょう、で次の日試合みたいな、ね、なんかこうラウンド回ってると割と人柄が出るっていう、あ、そのね、ご夫婦のねパワーバランスが分かりますね。あの、会ったこともないのに普段どういう感じでやってるんだろうなっていうのは、あの初めましてだけど感じるよね。今後なんかゴルフでどれぐらいの目標みたいなのってありますか？一応夫婦だったら、その夫婦ダブルスは多分本当爆発すれば日本一も夢じゃないと思うんですよ、多分。え、多分だよ。いや相当難しいんですけど、相当すごい人たちもいるので、だけど2人でやっていくところなんで、いいとこいいとこなんで、やっぱそこは、まあ、トップ5ぐらいには入りたいよね、いつか。今年は無理だと思うけど20年以内、20年、シニアになるね、そしたらいよいよ。だからトップ5ぐらいはね、ちょっと数年以内には入りたいなと思ってます。可愛いゴルフ女子から競技を真剣にするゴルフ女子に変わったような、本当にこのままだと試合でも勝てないなと思って、うんうんうん、変えるなら今だと思って、なかなかそこまで、なんていうの、本当に今までやってきたことと全然違うことって怖いし、うんうん、だけどよかったよね、怖かったよね最初ね、2人ともね、信じれなかったしね。今もでもその最中じゃん。そう、まだね、信じてやろう、でも結果がまだね、そう、結果がね、今までない球筋ね、うんうん、とかをこう
知ってるから、うんうん、もっともっとそれをね出していきたいよね、うんうん、スコアにはなってないけど、うんうん、うちらは今登ってるんですっていう勝手に思うようにはしてる、うん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 、いや絶対登ってると思う。お互いへのちょっとメッセージを普段から思ってることとか。メッセージ、はい、メッセージ、まあ、でもゴルフのねこういう結構大変だと思うんですよ正直。想像以上想定外のことをさせてると思うんですよね、まあ、YouTube 出たりとか、まあ、ロペのウェアでね来て今日ねスチール撮影とか、あとなんかファッションショーとか出させちゃったりとか、なんかもう本当に苦ではないとは言ってくれてますけど、あの職業外のことなので、まあ、そこは感謝しつつこれからも協力してもらおうと思ってますまあ僕はその、ね、今までの生活でだったら、まあ、こういう形になってないと思うので、まあ、あの誘ってもらって、うん、実際にまあこう楽しませてもらってる、それが少しでも協力になるんであれば、まあ、引き続き僕ができることはしていくつもりですし、頑張ってください。頑張ってください。頑張りましょう。頑張りましょう。密着させていただきましたけど、はい、お二人のインタビューとかお二人の、ペアコーデとかいろいろご紹介しているページがありますので、はいはい、こちらの概要欄の方からこちらの方を見ていただけたらなと思います。はい、はい、そしてですねココモモの方でも、はい、お二人のペアラウンドと、はい、うん、コーディネート、コーディネート、コーディネートご紹介していただけるということで、うん、どんな感じで。結構ねコーディネート紹介は、うん、なんか今までいない感じで、ちょっとゴルフ場とかもいろいろ使っていろんなシーンで撮ったのと、うんうん、コースは、うんうん、あんまやらないんですけど、うんうん、まあ2人で何できるかしたらもう1対1の対決しかなくないっていう、うんうん、対決だから対決、パパ対ママの対決あんましないんですけど、うんうん、まあ、やってみるっていうことで、うんうんうん、対決したいと思います。なるほど、楽しみです。それは楽しみ。ココママの方での対決ラウンドはぜひココママのチャンネルの方で、はい、はい、概要欄から、概要欄から飛んでみてください。じゃあこれからもねお二人楽しくゴルフを、はい、二人のゴルフを楽しんでいただければと思います。はい、じゃあまたこのお二人にジュンロペ TV に登場してきてほしいなと思う方はチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。お願いします。コーディネート参考にしてみてください。